海中の行ったことがある一番残酷な監禁される場所。おお、監禁場所な。はい、これ救助失敗して俺も閉じ込められたら死ぬなって思う、うん、閉じ込められた状況であった時にどうやったら助かるのか。消防士でもやり方って一つだけあるね。はい、皆さんこんにちは、レスキュアースの時間です。ちょっと聞きたいのが、うん、一番残酷な監禁される場所。おお、監禁場所な。はい、監禁事件、毎年いろんなところで多発してて、うん、こんなところでっていうのが結構あるじゃないですか、うんうん、で実際隊長は、うん、自分が行った現場でもいいんですけど、監禁って言わんねんけど、はい、俺らって狭い場所で閉じ込められる恐怖っていうのは、はい、何遍も味わわねんな。そうなんですよ。なんでかって言ったら、消防ってマンホールとかの落下事故で救助活動とか行ったりするんだけど、うん、言うたらこの事件ちょっと似てて、これ救助失敗して俺も閉じ込められたら死ぬなって思う、うん、閉所恐怖症に近い、もう孤独恐怖、生きた心地がしない感じ。監禁っていうのは強制的な閉じ込められるやけど、うんうん、閉じ込められるっていう状況下ではマンホールの救助活動が一番怖いなと。確かに想像しただけでちょっと怖いですね。そう、マンホールってほんまにこれぐらいのマンホールやけど、はい、下にめっちゃ深くなって、救助活動って逆さ吊りで下ろされたりするの。頭から下。頭から。ってことは頭に血が昇るよな。頭に血が昇ったら判断力が鈍くなってくるよな、うん、ずっと逆立ちしてると思うよ。で呼吸も苦しくなる。でマンホールって酸素濃度が少ない。ってことは自分の活動時間が普段の数倍短くなる、うん、けど消防の救助活動一番大事なんて頭やから。はいはい、どうやってこの人を助けるか、今どういう状況かっていうのを無線でやり取りしながら、どうやってこの狭いところから救助するか、めっちゃむずい。頭で考えなあかんのに頭の判断力が鈍くなってた、はいはい、助けられなくなっちゃいますよね。そうだから命がけでここ閉じ込められたらほんまやばいなっていう恐怖をすごい感じたことがあるのがマンホールの救助。確かに。だから監禁されたことはないけど、監禁場所で怖いのはやっぱマンホールとか想像してしまうな。まあ、閉じ込められるという意味ではマンホールがまず一つあると。わかりました。次何かありますか？二つの。次、実際に知人の消防士が行った救助現場で屋根裏にほんまの監禁されてた。これだからニュースには載ってんねん。屋根裏って上がったら一面屋根裏で統一されてると思うやん。だから結構広いんじゃない？想像する方多いと思う。屋根裏でも個別に深く作られて、うん、点検口ってわかる？こういう天井とかにあの四角、あれ点検口って言って、それも鉄蓋の点検口で、鉄なんか基本的に点検口使われへん。というかもう増改築してるの。監禁部屋を屋根裏につけられてて、そこで亡くなった人がいる。でその監禁スペースも 1.5 メートルくらいしかなかった。ずっとこういう状態、体がしんどいし、辛いし、きついし、もうどこでしますよ。そう、それを救助現場行ったその知人が全員言葉出んかったって。基本的に発見って救出活動するんだけど、うん、警察とどうやってこれを、うん、亡くなったって一部発発か、救助じゃないんだけどな、発発してる時点で警察に引き渡して、もうそれを考えるとそういう恐怖が今皆さんの近くにあるっていうところが想像できひんよねっていう、視聴者さんも多分想像できんやろうし、うん、俺もなんかいろんな現場行ってるけど、そういうのは想像せんような頭になってんねやろな、辛すぎて。うん、わかります。今ちょっと2つ閉じ込められるっていう状況で聞いてきたんですけど、うん、閉じ込められた状況であった時にどうやったら助かるのか。閉じ込められたとかで助かる可能性ってめっちゃ少ないよ。これ消防士でもやり方って一つだけあるね。物を使って救助を求める。消防士ならスーパーパスとか言って自分の警報装置みたいなのつけてるんだな、うん、警報装置で周りに SOS を出せる。なんで物を使って SOS を出すかって言ったら、どんだけ呼吸を整えて省エネで過ごせるかが監禁とか閉じ込められた時に一番重要やな。はいはいはい、はい、エネルギーを消費しない。だから助けてって言ったらどう？めっちゃ死んだよ。助けてって今大声で100回言える。そっから1日スタートやったらもう多分うん助けてってなってると思うね。で精神的にももう助からんねやっていう方向になってくるんだ。だから閉じ込められたってなった場合に皆さんが唯一できることは携帯 SOS 機能を使ってください。 SOS アラームあるから。
SOS の緊急通報のアラームっていうのが、これをスライドすると音が鳴って、うん、SOS を周りに鳴らすことができる。これ前の動画でも説明してるけど、まあ、やり方は詳細にそっちの動画見てくださいと、うんうんうん、物でツッと鳴らして、もう携帯電話は電池なくなるけど、閉じ込められたら一刻も争うときは基本的にはもう携帯で発信して助けを求めること、うんうん、電波が通じるなら電話で当たり前に、うん、けど電波が通じないところが基本的に多分閉じ込められるポイントに選ばれるから、うん、やっぱ物で助けてっていうところかな、うん、じゃあ物も没収されてたらどうすんねんな、うん、そこなんですよね。物で SOS 呼ぶっていうのは変わりないねんけど、うん、何か叩くとか、俺は消防現場で声が一番消費エネルギーがすごいっていうのは感じたから、基本的に声じゃなくて物で音を鳴らして助けを呼ぶ、うん、これ実際阪神・淡路大震災で家屋の下敷きになって物でずっと叩いて、なんか物の音が鳴ってるっていうので救助犬とか消防士とか気づいて助けることができたっていう実例もある、うん、だから絶対に声で SOS を求めるんじゃなくて物で SOS を求めるようにしてください、はい、これがもしあなたが、あなたの大切な人が仮に閉じ込められた時に助かる唯一の方法です。だから一番やっちゃいけないのがまず声を出して SOS を出すことなんですよね。なるほど。じゃあちょっと最後質問なんですけども、僕がマンホールに閉じ込められた場合っていうのは、うん、助けに来てくれる？もちろん助けに行くけど、はい、ちょっと1時間ぐらい遅れるかもしれない。怖いから。すぐ来てください。その1時間ぐらいっていうのはちゃんと調べるから、マンホールの危険性って調べて、酸素温度計とかもちょっと消防署に借りて、ガス検知貸してって言って借りたりとか、いっぱいちょっと時間かかるから。なるほど。先にもだ、救助隊来ません？来るな。はい。ということで今回の動画が良かったと思う方は、いいね、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい。助かる命を。助けるために。これからの情報社会において、生きるも死ぬも簡単に選べる時代になりました。年配消防士のお話。よし。ポンプとアンビュランス。初めての災害現場。